ございます。今日も最高の一日にします。今日はチームでの練習がなくて、各自で明後日の仙台戦に向けてコンディションを調整するっていう日です。トレーナーの方にマッサージしてもらって、軽く体を動かしたいと思います。頑張っていきましょう。おはようございます。今日も最高の一日にします。筋トレいきます。場所を貸してください。